小金島アジグナサニドンスペキオススはアジカに属する熱帯海水魚。インド太平洋の沿岸に分布する。幼魚は金色で黒い横島があるが、生魚は銀色で、島は消える。幼魚は群れで大型魚について泳ぐ。餌は定性の無脊水動物や小魚。幼魚は干渉魚として取引される。生魚は食用として扱われる。 アセイタイの群れ種記載は1775年、スウェーデンの博物学者、ピーター・ファーススケルが言った。当時アジカは認識されておらず、サバ族とされた。記載は、後海に面するサウジアラビアジッタより得た個体に、基づいた。ホロタイプが失われたため、1999年、ロナルド・フリッケにより、ネオタイプが指定されたが、これは無効とされている。本種は、その後、 銀河メアジ族ケランクスに移され、さらにオランダの魚類学者、ピーター・ブレッカーによって派のナア語、を意味するグナサニドン族が設けられ、そこに移された。種商名のスペキオススは、ラテン語で、美しいを意味する。記載論文の中で、スコンバー・リム、スペキオスス・スコンバー・スペキオススの二つの種商名で、言及されているが、リムは、アラビア語名の転写であると思われるため、 前者は、怪動物異名とされる。他にもアイクスンの規約を満たさない7つの怪動物異名がある。英名としては、ゴールデントレバリーの他に、バンディドトレバリー、キングトレバリー、ハワイでは、イエローウールアパピオとも呼ばれる。具志堅ウネヒロによる、骨学に基づいたアジカの系統解析によると、本種は、銀亀アジ族と探検統群を構成すると、考えられる。 分子系統解析は未だ行われていない。幼魚は明瞭な黒い帯を持つ。比較的大きい魚で、最大120センチメートル、15.0キログラムの記録がある。他のアジ類と同じように側変した小判型で、背面前方は高く盛り上がる。口は特徴的で、肉質で伸縮性がある。突き骨、下がなく、 9 0トル以上の個体では顎に歯がない。より小さい個体では両角に縦毛状場がある。背びれは8トゲ状、18から20何状。尻びれは3トゲ状、15から17何状。腹気は1トゲ状、19から20何状。側線はこう描く部分と直線の部分があるが、こう描く部分には62から73の鱗 直線部分には15から27の鱗と18から25の両鱗がある。胸部は完全に鱗で覆われる。エラ歯は27から30、脊椎骨数は24。体色は特徴的で和名や英名の由来になっている。幼魚はヒレを含めた全身が明るい金色で7から11本の黒い横縞がある。この縞は1本沖に太くなっている。 成長すると体色は次第に銀色に変わり、横島は薄くなるか消え、黒い反転に置き換わる。ヒレは黄色のままだが、緑がかった色になる。オヒレや災害の縁が黒い個体もいるが、これも成長に連れて薄くなる。砂中を探る本州インド太平洋の熱帯、亜熱帯に広く生息する。インド洋では南アフリカから後海、 ペルシア湾を含む東アフリカ沿岸、インド、東南アジア、インドネシア、オーストラリア北部、マダガスカール、セーシルモルディブ。太平洋では、北は、中国、日本、南は、オーストラリア東部、ニュージーランド、ハワイ。中米では、北は、カリフォルニア湾から、南は、コロンビアで確認されている。オーストラリアの大陸方針部の岩礁で発見された、例はあるが、 主に沿岸に生息する。岩礁、ンゴ礁、開けた、砂底などで餌を探す。オーストラリア北部での体系的研究では、岩礁とサデーテイを同じくらい好む数少ない種の一つであることが示された。透明度の高い水を好み、エスチアリーなどに入ることは珍しい。例外として、おそらく獲物を探すために、バハカリフォルニアのマングローブに、 多数の個体が侵入した例がある。タマカイなどの大型魚について泳ぐ生魚は単独化、小さな群れを作る。幼魚は大きな群れを作り、ハタサメクラゲなどの大型生物について泳ぐ傾向がある。この行動はブリモドキに似ており、他の捕食者を避けるためのものである。この行動はダイバーにも及び、あるダイバーの顔面に付きまとった例が報告されている。肉食性で、 中高生である。アジ類には珍しく個々の獲物を狙うことはせず、よく伸びる封を用いて、岩礁、藻類、砂底などに潜む獲物を吸い込んで食べる。砂底では、砂と獲物は、エラ歯でふるい分けられる。餌となるのは、エビカニ、タンキャク類などの甲殻類、貝類、小魚などである。だが、バハカリフォルニアのマングローブでは、白ボラを追い回して捕食することが観察された。 水槽内で4個体を用いて行われた研究では、設置中に1匹が先頭に出ると、他の3匹がその個体を攻撃することが観察された。寄生虫として、キャリゴス属のカイアシ、宮中のステファナスタメムタラキートック、評価、ウカ、ラセオセンチュウのマタブランネママグヌムが確認されている。繁殖は太平洋とインド洋双方で研究されている。太平洋では、 ハワイで研究が行われ、産卵は2月下旬 -10 月上旬。特に盛んなのは4月下旬 -9 月上旬で、夕方から夜に行われることが確認された。また、上限、下限の月に一致する5つのピークが観測された。インド洋では、ペルシア湾南部で研究が行われた。ここでは産卵は4から5月で、 漁獲状況から、養魚の個体群への加入は9から10月であると、見積もられた。この個体群ではオス、メスの性比は1、1.01で、ほぼ等しい。実績からは、陶器に成長率が高いことも分かった。ベルタランフィの成長曲線も計算されている。釣り上げられた個体はるか昔から食用魚として、利用されてきた。アラブ首長国連邦の戦士時代の遺跡からも、 本種の骨が出土している。太平洋諸島では現在でも、浅瀬へ追い込んだ後、網や森で捕獲するという伝統漁法で漁獲されている。商業漁業スケールでは、刺し網等の穴を使い、手作業で漁獲される。FAO によると、漁獲量が多いのは、アラブ首長国連邦、カタール・バーレーンで、それに、オーストラリア・シンガポールが続く。 西オーストラリア州では2010年に3.3トン、クイーンズランド州では1988の2005年に年間0.6から5.9トンの漁獲量があった。全世界では2000から2010年に年間1,187から3,475トンが漁獲されたと推定される。また、シンガポール、台湾、マレーシア、インドネシアなどでは、 養殖が行われており、日本でも飼育か繁殖の実験が進行中である。プラハの水族館で展示される若菜釣りやスピアフィッシングの標的とされ、ゲームフィッシュとされている。様々な餌やルアーを用いて、海岸、船釣りのどちらでも釣ることができるため、利用しやすい種である。餌には、エビや小魚、魚の切り身などが用いられる。 船からの薪へ追ってついてくることが知られており、小さな餌を用いてもよく釣れる。ルアーとしては、ジグポッパースプーンルアー、スライスミノーなどが用いられ、大型個体に対しては、岩礁周辺での大型ミノーを使ったトロールがよく行われる。近年では、特に遠浅の砂底において、フライフィッシングも行われるようになっている。この場合、魚を驚かせないように、 シンキングラインとリーダーが用いられる。針にかかると高速で泳いで激しく暴れ、特に岩礁などの構造物が存在するときはその傾向が強い。味は島味類で最高のものの一つとされ、血抜きをすることが推奨されている。新鮮なうちは肉は少し半透明の暗い桃色で調理時には白くなるが乾燥してフレーク状になりやすい。 強い魚の風味が特徴とされる。クイーンズランド州で釣り上げられた個体カナは,は鮮やかな黄色に黒い島を持つことから観賞魚として取引される。生態も大型の水槽で飼育することは可能ではある。特にアクアリウム向けの実験室的養殖法がシンガポールで開発されている。ありがとうございます。